スタート合戦制して前を取ったのが近畿でした。後ろから5番の長谷川がゆっくりと上昇。ここで3番の船本がどうするか。船本が前、そして5番の長谷川がゆっくりと上昇。残り2周というところです。さあ船本が引くか、5番の長谷川がゆっくりと抑えています。そして2番手の内目、ここで船本は下げました。船本が車をすんなりと下げています。前後夫人が入れ替わって、ただこの辺りはスローペース。外から船本が行くか、ゆっくり外に持ち出してちょっと追い出し気味なんでしょうか。ここは2分線、長谷川と船本、この両者、この辺りは駆け引きなんですが、後ろを振り返って5番の長谷川、ここでかまして3番の船本、船本がホームかましていって踏み合いになりましたが、2番手5番の長谷川、そして3番の船本、ここはどうでしょうか。5番の長谷川が苦しくなりましたか。あとは後ろから4番車の竹野が自力で負けてきて、おっとここで転倒落車のアクシデントがありました。4番の竹野が先頭、そして2番手には3番の船本、3番手追いかけて2番の市野という体制です。4番の竹野先頭で五輪、2着には2番の市野、3着3番の船本でしょうか。